6月だからあのしずくなのかとかアジサイとかすごいあなんか光が <laughs> 光あなんか洗濯物も出てきたよ <laughs> 洗濯物も出てきたんだけどすごい6月に特化したギフトがたくさんありますね ホリちゃんさん実際ありがとう。一ゲーたさんはっすらさんありがとうございます。こんばんは。ベレッタさん実際ありがとう。キるナさんお花ありがとう。ねボード綺麗じゃないすごい綺麗そうボード新しくなりました。めっちゃ綺麗前のと比べたらねすごい全然違うよ。ほらほら見てすごいじゃろ全然違う。 お洋服似合ってるそう、あの、始まる直前に、あの、ツインテールにしました。はすらはすしん、雫、ありがとう。きお兄さん、雫、ありがとう。伊じきしさん、太陽これ、かわいい。太陽。昭治さん、なんか、虹色の服、ありがとう。ね、洗濯物。<laughs> 明日雨すごそう。そうなんですか明日雨すごいんだ。伊じきしさん、花束。 ブッケみたいなありがとう昨日お疲れ様最高のオープニングアクトだったよありがとうございます嬉しいウィンーさんアジサイありがとうそう全く同じの、あのー、ボードを買いましたホワイトボードなかなか手に入らない商品なのなんか売ってなくってそう売ってなかったんですけどようやく登場して同じのがそう同じのが欲しくって そうずっと買いたかったんですけど売ってなくて買えなくてでも登場したのでついに買えましたえー、明日の雨台風あ台風も来るよね台風も来るよねやばい台風も来る皆さんツイッターも見てくださいねツイッター投稿したのでよッしーさんしずくありがとう ツイッターもいいねとリツイートとコメントよろしくお願いしますちょっと待ってテロップ入れるねよし オッケーテロップ入れました広島もう梅雨入りしたんだっけそうなんですよもう梅雨入りしたらしいですよ <laughs> リアはもう全然分からんけど <laughs> テイクソック2 0さん太陽ありがとうそうあのー、なんかひつぐさんあじさありがとう Twitter のさあの写真漏れてないですかはしさん虹色の服お洗濯 はい、ムジムさん、レモンボースター、ありがとう。なんかさ、あのー、ツイッターの、あの、写真あるじゃないですか。漏れてなかったそう、なんか昨日、撮る、撮るアプリを変えたんですよ、いつもとそう。撮るアプリをいつもとちょっと変えてみたんですよ。そしたらいつもより漏れたから、今度からそのアプリにする。 大阪の料理話会、今回のサーフンで当選してよ。ありがとうございます。そう。漏れとったじゃろ多分。<laughs> そう。アプリの力か。いや、絶対。いや、違う。リオ、元がいいけん。<laughs> アプリの力かとか言わんでや。元ですから。 来週のスタジオ公演オープニングアクトのリオツンだけのために行くよ。えリオのオープニングアクトのためにだけに来るのすご、嬉しい。ありがとう。そうですよ。<laughs> だってアプリの力だとか言われるから元がいいですよ。<laughs> そう。で、あの、テロップ書いたんですけど、怪我したんですよ。今ちょっと見えにくいかも。あ、 こうやってやったら見えやすい。これ見える見えるここ。ここ見えますかねここ。ここの部分。見えるかなこの。こここここれが <laughs> 今日朝起きたら朝起きた時に あのー、よくあの体調悪いとかじゃなくてリオよく朝起きたときに立ちくらみするんですよねでみんなもねたまにあるかもしれないんですけどリオ立ちくらみよくするんですけど朝起きたときにだってリオ朝起き上がってからすぐリビングに向かうんですよすぐリビングに向かうからはせるはせるイモースターありがとうあの立ちくらみを我慢しながらこうやって歩いてたんですよね今今日今日 立ちくらみが起きて、で、リビングに来たんですよ。そしたら、こけたんですよ。こけたというか、こ、この机の角に、ここぶつけて、なんか光の加減的に、あ、こうやってやったら見やすい。ここ、これこれこれ、これこれ、ここぶつけて、 大阪リアルお話会、シャーハンゲートできました。ありがとう。愛さん、しずくありがとう。ここぶつけてから、あのー、めっちゃ痛くて、で、そしたら、マーナが、なんか味になってるよって言われて、えぇ、ー、みたいな。ですぐ冷やしたんだけど、うん、ぶつけました。怪我した。<laughs> ぶつけました。青字になった。青字。骨は大丈夫わかんない。いや、うんいや、ぶつけたぐらいで骨は折れないと思うんだけど。うん。そう、青字。あ、青字。青字は、あの、広島弁で、標準語だと青技かな。そうなんですよ。 今はもう痛くないの触ったら痛いけどそうすごい痛かったですぶつけた時ああこれもう人生終わったと思って <laughs> 人生人生終わったと思ってしたらマあ大丈夫でした <laughs> そうなそうなんですよマナンびっくりしてなかったいやマーナにあのぶつけたって言ったら そんなもうガサガサするけよって言われて「いや違うよ立ちくらみないよ」って言ったら「ああそうか」って言われたけど <laughs> <laughs> そうぶつけた時どんな声出すの?「痛い,い!」って言いました <laughs>「痛ーい!」って言ってうずくまってすごい痛かったよほんまに痛くてもうこれ人生終わったと思ってと思ったら大丈夫だったけどすごい痛かったです 痛い。痛かった。そう。でも顔だからさ、目立つじゃないですか。しかもさ、青汁けんさ、あのー、二日三日後とかにはさ、もっとなんか黒くなるじゃんか、青汁って。黒くなったり、もっと青くなったりするから。<laughs> まあでも、化粧で、コンシーラーで隠せるとは思うんですけど。うん。 あ明日晴れるかも確かに明日晴れるかもしれない痛かった痛いそうなんですよ痛かったです <laughs> で昨日はオープニングアクトありがとうございました来てくださった方配信で見てくださった方アーカイブで見てくださった方ありがとうございました あの、りおつ復活してから、初めてのステージだったので、ちょっと緊張して、緊張してました。マイキさん、しずく昔からじいさん、瓶、香水みたいな瓶、ありがとう。そう、復活して、初めてのステージですごい緊張してたんですけど、あのー、いつも、ゆうかに、背中叩いてもらうんですよ。 優香に背中叩いてもらうんだけどで昨日も優香に背中を叩いてもらったんよそしたら優香がいつも以上に強くて叩くのがでもそのおかげで気合が入りました体力的には大丈夫だったなんか体力的にはあのあれですねやっぱり汗がめっちゃ出ましたいつもよりいつもより汗がたくさん出たうん カラオケ残念だったけど、またいつかやるいや、やりますよ。はすらはんちん、だるま、ありがとう。おきさんうんうん、くるしまゆかちゃんです。そう、汗すごくて、いや、昨日のクアトロはいつも以上に暑かったんですよ。そう、いつも以上に暑くて、そうなんですよ。暑かったんだけど、暑くて、すごい汗出たんですけど、 そうで昨日のオープニングアクトはもうめっちゃ盛りだくさんでまずあのに SC に入って2回目の影穴を走ってもらってで今回の影穴もあの直前に言われたけにさ全然練習できなかったんですよで練習できなくてもうあのぶつけ本番で、ね、喋ったんだけどそうで前回もノアピと2人でやったんだけど今回もノアぴと一緒にやって そう。で、前回は、なんか、文章があって、台本みたいな、文章があって、で、前半と後半、どっちに、どっちを読むかみたいな話になって、で、あの、前の時は、あの、のアピが最初読んだから、今回はリオが最初読んだんですけど、いい声だった <laughs> 昨日、多分緊張して早口になっとった気がする。 影穴お上手だった。本当ですか嬉しい。そう。昨日も、その、どっかのスイッチが入って、ちゃんとかまずに、言えました。そう、言えました。声優いけるええー、嬉しい。<laughs> そうなんですよ。で、影穴やったんですけど、あとは、あの、ペダルと車輪と来た道と、 意外と初めてて4人で披露して意外とっていうかまあ4人で初めて披露したんですよ4人バージョンのね4人バージョンの立ち位置とかあのフォーメーションで4人で初めて披露したんですけどそう4人で初めて披露してそうでもあのー「ペダルとシャリンドキタミツ」とはやっぱり NWP オーディションの時からの思い出のある曲なので。 そうでしかもさ聞い,聞いて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 くださいあの LWP 公演の時にそのペダルとシャレント機の道でやってたんだけどその時に真ん中の4人がこの今の2 5 k の4人だったんですよたまたまそうたまたまその4人ででなんか4人で歌う部分もあってなんか あの、サビ前に、こうみんなで顔見合わせるところがあるんですけど、4人でね。4人で顔見合わせるところがあって、で、あったから、すごい懐かしくて、その、NWP 公演のことが、すごい、思い返しました。思い返した思い、思い出したそうなんですよ。嬉しかったです。あとは、金木星を、 二回目披露させてもらって、で、今回は <laughs>、今回は出だしちゃんと入ってたので、マイクがね。<laughs> そう、ひもくしました。で、今回、前回は、あずみんとリオとユうの三人だったんですけど、今回は、リオとユうとノアぴんの組み合わせで、初組み合わせでやりました。 昨日は泣かなかったうん、泣いてないよ。<laughs> 昨日はちゃんと入ってたからね。うん。<laughs> そう。で、あとは、そして僕は僕じゃなくなるの、振り付けが新しくなったんですよ。なんかね、カノンっぽくなってたんですよ。カノンっていう、その、こう、カノン。カノンっていうのがあるんですけど、カノンっぽいダンスだったんですけど、 きあのー、昨日は振り付けが変わってめっちゃ変わったそう BMM さっき見てた生で見たかったうんありがとう見てくれてキモクセよかったです嬉しいそう振り付けが変わってそうなんです谷太郎さんしずくありがとうどうでしたか皆さん あの振り付け変わった変わったんですけどあつぶすけさんハートありがとう振り付けってどんな場合に変わるの振り付けはなんかあのー、今回の今回変わった理由はあれですねあの なんかダンスの先生がなんか変えてみようみたいな <laughs> 変えてみようみたいな心機一転変えてみようみたいになって変えましたそう変えたんですよであとは MCMC MC で今回今回昨日のオープニングが来るとねみんなで MC を頑張ろうって話してマイカマイシェさんハコマさんペナイトありがとう そう、MC を頑張ろうって話して、その MC で、こう、なんて言うんだろう、個性を出したみたいな話をしてて。あ洗濯物来た広島川バズリさん、洗濯物ありがとう。そうなんですよ。で <laughs>、MC で、いつもより喋れたんですよそれがすごい嬉しくて、リオ。そう。すごい嬉しくて、 あのー、今までそのね喋るのあんまりもともと得意じゃないからさなんか MC でもそんなに喋れなかったんですけど昨日はその自然に自然にこう話したりとかあとはこう突っ込んだりとかしてこう積極的に話してみたんですより昨日。 そう。自己紹介みんなちょっと増えてて面白かった。いや、あれ自己紹介が増えたわけじゃなくて、あの、あれですね。あの、なんか一言みたいな。なんか台本に一言みたいな。なんか、なんでもいいから一言みたいな書いてあって、デリオはあれを準備してたんですよ。そしたらみんな、なんか自分のキャラみたいなものを言い始めて、あれと思って。そう。 だからあの自己紹介増えたわけじゃなくて昨日のプリングクの台本が一言みたいな自己紹介プラス一言みたいなのが書いてあったのでしました上達したね嬉しいフォローありがとうございます昨日の声りょうつうまく喋れてたよ嬉しい <laughs> 褒めてくれてありがとうありがとうございます よそう,なんで,すよそうでもいつもよりは喋れてすごい嬉しかったです多分喋れてたと思います <laughs> 多分藤野い悟さんハートありがとう。 アズミが一番だったらもっと尺いっぱい使えそうで危険。確かに <laughs>、あの、陸クのね、あ、陸の剣があるからね <laughs>。アズミは一番にさせたらダメですよ <laughs>。危ない。そう。でさ、昨日のペダルやったんだけど、ペダルで、ミニーさんバラ、ありがとう。ペダルが、いつも、回るのが早くなるんですよ。あの、 ペダルこイレ回ったの時の、あの、回るところがあるじゃないですか。あそこが、いつも、あの、速くなるんですよ。<laughs> い,やいや、緊張したらもともと振りが速くなるから、速くなるんですけど、昨日は、そこは大丈夫だったんですけど、あの、 汗が溢れたすのところがめっちゃ早くて昨日回るのがあのアーカイブ見たらねそう汗が溢れたすって回るんですけどそ,のそこの回るところがめっちゃ昨日早くていつもよりもそうで過去最高に早くてびっくりしたあ緊張 緊張してたんだと思います緊張してたんだと思うんですけど <laughs> そうですねいつもより早かったおお光がマリさん太陽ありがとう昨日の声の両親うまく踊れていたと思う嬉しいありがとうそう昨日は やっぱりねまだ完全に治ったわけじゃないしあのー、ね完璧にね元の梨央津に戻ったわけではないのでやっぱりねあれだったんですけど出せる力を出し切りました。 ままよいい猫さんかなしずくありがとうございます喉の調子はどうだった喉の調子は正直良くなかったんですよ正直良くなかったんですけどあのー、リハはうまくいかなくてでも本番は完璧だったのでよかったですきつかったうんきつかったけど汗が結構出ました体力的には 普通だったんですけどいつもな感じだったけど汗がすごい出て昨日次の声の MC も期待していいですかはいそう昨日出せる力は出し切りましたキラーンガカルデさんブラボーありがとうよく咳き込まなかったねそう昨日そう咳きなかったですパフォーマンス中マイケルセブさん ありがとうり央くんは本番いつも強いありがとう嬉しい嬉しいというかそうですね本番強いのでりおたぶんパフォーマンス中は立ちくらみもなかったうんなかったですあとさりお前髪切ったんですよみんな気づいたかな前髪切りました あの公演前に昨日あの昨日のオープニングアクトの家出る前に前髪切ったんですけど「築もさんバラありがとう」そう今日アーカイブも見たよありがとうそう前髪切りましたパッツン今日はちょっと重,重めめっちゃ重いねこう考えたら重いわ と重いんですけど前髪切りましたりおうつんこんばんは6月24元気に会えるよねはい会えますなので皆さん来てください24完売してたけどみんな追加されたのでまた申し込みができるようになったので再販してますりおうつんの熱量感じられてよかったですありがとうございます そうです、ねうんホワイトボード消毒アルコールでも綺麗になるよ綺麗になるんですけどいやあのね定期的にやるんだけどもうねコーティングがダメになっててそうコーティングがね もうダメになったんですよだからもう一回書いただけですっごい真っ黒になるんですよだからもうきれいさっぱり綺麗 <laughs> になりました <laughs> あやさん花お花ありがとう24日行くことにしたよありがとうございます嬉しいウィンリーさんしずくありがとうそうなんですよえもう50分やばい 告白をしてスクショして何十読んで終わりますあそうあの先輩との話もしたかったんだパセリさんが写真載せてたそうなんですよ昨日パセリさんとお話ししてあのー、写真撮ってくださいって,言ってしたら嫉妬してるんですよみたいな <laughs> パセリさんにあのー、電子バット飛んでましたありがとうございます飛んでくださっ飛ばしてくださった方 <laughs> そうなんですよそう <laughs> ねえパセリさんに「ごめんね」って言われました <laughs> そうで昨日は先輩とたくさんおしゃべりできて沖さんが沖さんがねもう着替えてたんですよ沖さん終わってお見送りも終わってあの、学屋に戻って沖さん着替えてたんですよね で、そして、リオが、その先輩と写真撮りたいから、こう、携帯持って待ってたんですよ。で、オキさんも着替えてて、でそしたらオキさんがリオに、あの、今私着替えてるけど、あの、今なら私とのグラビアツーショット撮れるよって <laughs> 言ってきて <laughs>、そう、リオに、リオに誘惑してきて、オキさんが、 で <laughs>、リオが、撮りたいですって言って <laughs>、撮ったんですけど、でも、あのー、世の中には出さないでねって言われて、<laughs> はい、大丈夫ですって <laughs>。いや、絶対乗せれないダメ絶対乗せれないそう、沖さんのセクシーなのが撮れました <laughs>。そう。で、あとは、昨日、あずささん、あずささんが来てて、 来てらっしゃって。で、もうリオ着替えてる途中だったんだけど、アツタさんと撮りたいと思って、あの、もう、ぬ、脱いだ、脱いでたんですよ、下を。上は着てたんですけど、下はもう脱いでて、でも、アツタさんと撮りたいと思って、アツタさんのとこに、下脱いだまま行ったんですよ。そしたら、そこにいた、オキさんと、リコシさんが、あの、リオツーみたいな。 り <laughs> オつ正統派のキャラじゃないのみたいな脱いだらダメだよみたいな <laughs> 言って言,言われました <laughs> そうで沖さんとは瀬戸内ツアーの話もしてストリー決まったのって聞かれていろいろ話しましたあとはココアさんココアさんが昨日本当に可愛くてココアさんがね 昨日、なんか、階段があって、階段の前に鏡があるんですけど、ジルジルタンさん、ハートありがとう。その鏡で、なまつげ入ったみたいに言ってて、こっち撮ってたんですよね。で、その後ろに、あの、ゆうかとりおとあずみんがいて、で、そしたら、小川さんがまつげ撮ってて、で、まつげ垂れたって <laughs> 言って、 階段上がってったんですよ。それが可愛すぎて、そう <laughs>。で、小川さんと写真撮った時に、すごい可愛かったですって言ったんですけど。そう、あの、可愛くて、あの、隣のトトロのさ、メイちゃんがさ、こうやってトトロ、あマクロクロスケ撮ってさ、撮ったみたいなする場面があるじゃないですか。あんな感じで、まつげ撮れたって,って、めっちゃ可愛かった。 そうなんですよ。受験のカムカムレモンさんありがとうございます。S.Y. で2.5期生中学3年生14歳の四つんことをカメラリュウです。気になったらハロお願いします。自分では正統派だと思いますか？まあまあまあ,まあ <laughs> 正当派ですよ。そう。ウィニーさんお花ありがとう。マリオは真面目なので研究生1位真面目です。<laughs> そうなんですよであとは莉子さんとも話してそう莉子さんが「リオつのパフォーマンス好きだよ」って言ってくださって嬉しかったあと莉子さんがグミ「くもぐ新しいグミみたいなのを買っててみんなに配ってたんですけどリオにもくださって <laughs> そうくもぐを。 そうですあ告白しようそうですねえいつから正統派路線に変更したのえ別に変更したわけじゃないですよ <laughs> もともと,もともと真面目キャラですからりおもともと真面目ですはいりお真面目なので <laughs> あみんなブログ載ったかなブログ載ったみんなブログ載りましたかね 皆さんブログ今日載ったので、ぜひ載ってたらぜひ見てくださーい。今日木曜日です。木曜日、木曜日。ゴリゴリの正徒派ですよね。そうですよ、ゴリゴリの正徒派です。ブログ載ったのかなはい。あ、載ってるあ、よかった。はい。あと、ST42 メール各モバイルメールもぜひ撮ってみてください。アプリ版とウェブ版の2つがありまーす。はい。モバイルメール。今日、 っなっったばっかりでまだ間に合いますので皆さんリオのねメールは一通が長いのでうん <laughs> はいそして返信方法は第1はまめに直接よろしくお願いしますその際は返信の本部の中に皆さんのお名前を書いてくれたら助かります第2はツイッターでも返信待ってますその際は「ハッスタグリオ」と「ツンツン」でお願いしますそうンツンをねンツン昨日一昨日超えたので ビオにとってねあのー、皆さんの思わめの返信はすごい大事で毎日の一部ですごい元気もらってるので皆さんメールの写真も新しいアプリで撮ったそうそうそうなので皆さんそうなのそうですよなのでひと言でもいいから返信してくれたら嬉しいです そして今週末は、花あだれのもの公演に出させていただきます。一部、花あだれのもの公演、6月4日日曜日、会場はブルーライブ広島です。時間は12時会場、13時開演です。2部は、マイキルさんの生誕祭です。6月4日日曜日、会場同じくブルーライブ広島です。時間は16時会場、17時開演になってます。そして、 お話会の第7再販がスタートしました昨日から、今第2次受付ですね。第2次受付は明日の13時までとなっております。今回はあの、6月2 4日のお話会、リアルお話会のインテクス大阪が今回で受付終了になってるので、皆さんぜひお待ちしております。あ、あっちにあった。 そして、そして、そしてそして、ですね、そしてですね、あの、リアルお話し会の6月24日の2、3時間目が完売してたんですけど、ありがたくことに、あの、みんな追加したので、みんな追加されたので、また申し込みができますので、皆さん、お待ちしております。このの日は浴衣装なので お待ちしております鉛をツンツンしましょう皆さんツンツンツンオンラインお話し会もあと申し込みできるのが7月17だけなので皆さんもう本当にやばいよみんな来なきゃダメだよ <laughs> 後悔します後悔するそう、完売したいです完売したいので皆さんお待ちしておりますあ55分だ ちょっとスクジュタイムこの服もなんか緩くなった気がする昨日さ <laughs> あのマネージャーさんが見に,見に来てくださってたんですけどマネージャーさんがね「痩せた」って言ってくださって 痩せたかも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 ,かも痩せたんですよリオ <laughs> かも傘さしてるポーズウエストも細くなった気がしますあのー、昨日着た衣装もちょっと緩くなってたボーリングリオツなんか誰かのお尻触ってるみたいな <laughs> <laughs> まあ昨日ね優香、まあのお尻触ったんですけどスト,ライクストライクストライクストライクお尻触り虫あああそれは千穂さんですフッ <laughs> さんううん優う優香あの栗島優かちゃん よ誕生日見ます目も細くなってるいやあとは目目目が細くなる痩せたら目も細くなるのそれはなくない分からん目細くなってるリオリオ、笑ったら目が細くなるんですよよし誕生日見ます ボードの比較新しいの、古いの。比較。あ、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 58分やばーい大丈夫です急げ急げ !13 位、鈴鹿さん、ありがとうございます。12位、マシュ柊さん、ありがとうございます。11位、田内殿さん、ありがとうございます。10位、正治さん、ありがとうございます。9位、前川美翠子さん、ありがとうございます。8位、昔からおじいさん、ありがとうございます。7位、広島川パセリさん、ありがとうございます。 6位ビンディンリーさんありがとうございます5位ティークスポック2 0さん。ありがとうございますえっと4位あやさんありがとうございます3、えっと、位ゆずきじさんありがとうございます2位はしらはしさんありがとうございますそして一位はドゥルルルルルンバリーさんありがとうございますーあっ <laughs> あっ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 なっあああ しかも6月最初 <laughs> 間に合ったー1位マリーさんありがとうございます3522名の方見に来てくださってありがとうございました明日はゆる配信になると思いますバイツーお話し会待ってるねバイツー 拜拜。Bye bye.